はい、どうも、銀南と申します。探偵神宮寺三郎、愛ゆえに三章の途中からです。どうする？移動します。ホテルというやつは一個の町と同じだ。様々な人間たちが様々な目的を持ってそこに集い、そして散っていく。その中に俺のような人種が混じっていても注意を向けるものは少ない。俺は待ち合わせの部屋に向かう男を装いながら、携帯電話片手にフロントを通り過ぎると、トマベチの部屋を目指した。分厚いカーペットを進み、トマベチが女としけ込んでいる部屋の近くまで来た。深夜とあって廊下の人通りは少ない。ここでトマベチが姿を現すのを待たせてもらうとしよう。どうする？見る。何を見る？トマベチの部屋。トマベチの部屋からはまだ誰も出てくる気配はない。防音も万全のようで、特に物音も聞こえてこない。何を見る？周囲。時折従業員が廊下を通るが、俺に不審な目を向けることはない様子だ。ただいつ怪しまれても不思議ではない。長居は無用だな。うむ、こんな時タバコを吸えないのは困りものだ。国民の健康増進も悪くはないが、禁煙に関する昨今の風潮はヒステリックすぎる気がするのは俺だけではないだろう。ただそれは喫煙者の詭弁だと言われれば返す言葉もないが、俺はそんなことを考えていると、視線の先でトマベチの部屋のドアがゆっくりと開かれた。どうする？見る。何を見る？トマベチの部屋。出てきたのは髪の毛を派手に巻き上げた若い女と、その後に続くトマベチであった。どうする？ Y ボタンで持ち物使います。デジタルカメラ使う。俺はトマベチに歩み寄ると、奴が俺に気づくよりも先にデジタルカメラを構える。そしてトマベチと女、客室のドアをフレームの中に収めて撮影した。うお、これはなんだ。トマベチはカメラに気づき慌てて顔を覆うが、すべては後の祭りだ。俺はカメラを下ろし、トマベチと向き合った。お前は。トマベチは顔を覆う姿勢のままでただ固まっていた。どうする？話す。誰と話す？トマベチ。こんばんは、トマベチさん。貴様、この前会社に来た男か。俺の名前はとっくに知っているはずだ。山野辺の連中を使って俺を襲わせたくらいだからな。一体何の話だ。私には何のことだか。トマベチさん、とぼけるのはなしだ。こんなところまで来て不毛な会話をする気はないんでね。俺が少しだけ語気を強めて言うと、トマベチは開き直ったように顔を上げた。誰と話す？トマベチ。こんな時間に、こんな場所で、お前は何が目的だ？俺は先ほど撮影したカメラを手にしながらトマベチに話しかけた。写真週刊誌の真似事は趣味じゃないんだが、必要に迫られれば話は別だ。金か？金が目的なのか？いつの間にか女が逃げ去っていた。用はない。放っておけばいい。いや、そんな汚い金はいらない。それに、俺はゆっくり頭を振ってから一歩前に出てトマベチの顔を見た。
探偵をゆすり屋と一緒にしてもらっては困る。じゃあ一体なんだ。トマベチさんに一つだけ忠告しておこうと思ってね。忠告だと？他人の商売に文句をつける気はない。だが、たちの悪い人種との付き合いはそろそろ考え直した方がいい。あんたが物騒な連中と手を切る気になってくれれば、俺は今夜ここでは何も見なかったということになる。俺はカメラの中からメモリーカードを取り出してトマベチの顔の前にさらした。ねえ、要はこれで終わった。さっさと退散するとしよう。どうする？移動します。むやみに手を振り上げる前に今夜はゆっくり考えた方がいい。では邪魔したな。俺はその場に佇むトマベチを残してホテルを去った。そしてそのまま事務所に戻るなりソファーに崩れ落ちた。今夜は酒は必要ない。俺はそのまま心地よい眠りに身を委ねた。翌日、事務所には珍しい来客があった。普通なら歓迎する気はないが、今回に限っては別だ。その来客とは、この人来たの？山の上興産専務取締役、菅井和人である。見るからに物騒な風体だとしても来客には違いない。横くんは菅井を中へ招き入れ、コーヒーの用意を始めていた。横くん、コーヒーは必要ない。用件はすぐに終わる。え？菅井さん、そうだよな。菅井は一瞬だけ凶暴そうな素顔を覗かせてから、すぐに愛想笑いを浮かべた。先生の手間は取らせませんよ。どこか腑に落ちない顔を見せたまま陽子くんが肩をすくめた。どうする？話す。誰と話す？菅井。それで今日は？俺は菅井にわざとらしくそう問いかけた。菅井は俺の言葉に反応すると、応接用のテーブルの上にうやうやしい風情を偽りながら菓子折りを置いた。なんだこれは。この度はどうも。うちの若い者が先生に何度もご迷惑をおかけしたようで、これはそのお詫びです。菅井は先日会った時とは打って変わって低姿勢で俺に向き合うと、何度も頭を下げながら老舗デパートの包装紙にくるまれた菓子折りを俺に差し示した。だが愛想笑いのその奥で目だけは笑っていない。増悪のこもった眼差しで俺の顔を射抜くように見ている。俺は菓子折りの包みを一別してから菅井に言った。菅井さん、こんな言葉を知ってるか？え？傾向となるも流語となるなかれ。あ、読み方も合ってるかわからん。素人の手先に雇われるようになったら極度もおしまいということだ。む、菅井の表情にあの凶暴な素顔がまた浮かび上がった。殺意にも似た危険な光だ。俺はそれに気づかないふりをしながら菅井の顔を正面から見据えた。先に目をそらしたのは無論菅井の方だった。菅井による突然の謝罪訪問がトマベチの意を汲んだものであるのは言うまでもないだろう。女との密会現場を俺に抑えられたトマベチが配下の菅井に然るべき指示を与えたのだろう。誰と話す？菅井。それでとりあえず
完成したフリーをあんたが代表で演じに来たというわけか。いえいえ、滅相もない。これを機に私たちは手を引くことにしました。何？ですから山野辺興産は本日限りで解散することが決まりました。俺は菅井の言葉に戸惑いを隠せなかった。他の地上げ組織はどうなんだ？他も一切です。新宿会話の地上げはすべて撤退することになりました。新宿会話の地上げをすべて撤退したということは、バーみのりをはじめとするゴールデン街周辺の地上げ構成もこれで終了となるはずだ。もちろん望んだ結果ではあるが、昨夜ホテルで俺がトマベチに対し懇願に要求したことは、ゴールデン街周辺の地上げから手を引け、これだけのつもりだった。トマベチが実行部隊として雇っていったヤクザ組織そのものを解散させろなどとは全く考えてもいなかった。それがまさかここまで薬が効きすぎるとは。悪どい真似はしていても所詮は素人ということか。ちょっと脅してやるだけで尻尾を巻いたのがその証拠だ。しかしその素人に命じられて組織を解散してしまうほなど山野辺興産も情けない。トマベチからいくらもらっていたかは知らないが、命じられたことにいいダクダクと従わなければならないほど生殺離脱を握られていたのか。一体ヤクザはどっちだ？いや、答えは出ている。ヤクザという生き物を無法者と定義するとしたら、トマベチこそヤクザだ。筋の通った国道よりも血迷った素人の方がよっぽど薄汚い。今も昔もこれは変わらない。菅井は殺意と憎悪の素顔を抑えながら帰っていた。その腕に俺が突っ返してやった菓子折りの包みを抱えて、俺は背中を椅子に委ねると大きく一つ伸びをした。タバコに火をつけ煙をゆったりと吸い込んだ。これで新一の依頼はあさりと幕を閉じたことになるな。俺がくつろいでいると予告の姿が視界に入ってきた。彼女の手には入れたてのコーヒーが用意されている。もちろん菅井のためではなく俺に入れてくれたものだ。終わったんですね先生。ああ、おそらくな。これであの親子もゆっくりと眠れるだろう。それなら休む前に行くところがあるんじゃないですか。ああ、そうだな。どうする？じゃあ移動します。どこへ行こう？外に出ます。ちょっと出かけてくる。はい、わかりました。俺は足場に事務所を出た。善は急げと言う。少しでも早く彼らに伝えてやらねば。俺は事務所の前に立つと爽やかに降り注ぐ陽気を肌に感じた。どうする？移動します。どこへ行こう？他の場所へ。バーみのり。俺はバーみのりへと向かった。バーみのりまで来ると俺はその場に立った。どうする？移動します。どこへ行こう？中に入ります。バーみのりのドアに手をかけ中に入ろうとしたが、ドアには鍵がかかっていた。外出中だろうか。仕方ない。どこかで時間を潰して出直すとするか。どこへ行こう？他の場所へ。どこに行く？繁華街。俺は歌舞伎町の繁華街へ足を向けた。
歌舞伎町の繁華街は相変わらずにぎわいぶりだ。どうする？移動します。どこ行こう？他の場所へ。山野辺興産。菅井の話では山野辺興産は解散したという話だったが、念のため確認してみるか。俺はそう考えると山野辺興産へ向かった。俺は様子を見るため山野辺興産までやってきた。奴らが入居していた雑居ビルからはすでに看板が撤去されている。山野辺興産がここにあったという痕跡は今や存在しない。テナント募集中という目立つ張り紙を見つめながら、俺は思わず肩をすくめた。全く手回しの早いことだ。こんなにあっさり解散しちゃうんだね。どうする？移動します。どこへ行こう？他の場所へ。繁華街。俺は歌舞伎町の繁華街へ足を向けた。歌舞伎町の繁華街は相変わらずのにぎわいぶりだ。どうする？移動します。どこへ行こう？他の場所へ。もう一回バーみのりに行きます。俺はバーみのりへと向かった。バーみのりまで来ると俺はその場に立った。どうする？今度はいるかな？移動します。どこへ行こう？中に入ります。俺がバーみのりのドアに手をかけると鍵は開いていた。今度はいたね。どうやら帰宅したようだな。俺はドアを開いて中へと入った。整然とした店内は静けさに満ちていた。ただ奥の居間からはわずかながら香りと紳士と思われる声が漏れてきている。どうする？移動する。どこへ行こう？居間。俺は香りと紳士の声に誘われるように居間へと踏み込んだ。ああ、神宮寺さん。どうもありがとうございました、神宮寺さん。ん？どういうことだ？まだ何も報告してないが。いえ、ね。さっき山野辺興産の奴らから連絡が入ってね。いつもの様子からは想像がつかないほどへりくだって、この土地から手を引くって言ったのよ。なるほど。どうする？話す。誰と話す？新一。新一、もう大丈夫だ。何も心配することはない。ありがとうございます、神宮寺さん。僕の依頼、約束通りちゃんと果たしてくれたんですね。新一は俺の手を強く握りながら感謝の言葉を述べた。俺は新一の顔を見つめながら、自分がかすかな期待を抱いていることに気づいた。心配事がなくなり、母の安全が保証された今日ならば、新一の顔からあのこわばりが剥がれるのではないか。大人びた言動の中に封印された子供らしい笑みが見られるのではないか。どうしたんですか、神宮寺さん。新一のこわばりは今日もそこに居座っている。笑みもない。新一のこわばりは一朝一夕にそれを剥がせることができるほど弱いものではないようだ。若干の落胆を覚えた俺だったが、もちろん新一と香織の前でそんな素振りを見せるわけにはいかない。誰と話す？香織。本当にありがとうございました。何度お礼を言っても言い尽くせないくらい感謝してるんです。今からお礼に伺おうと思っていたところなんですよ。これで安心して眠れます。お礼なら新一に言ってあげるといい。俺は新一の依頼を果たしただけだ。
俺がそう言うと新一の顔がほんの少しだけ緩んだ。健康なこわばりの中から誇らしさの輝きが一筋漏れていた。それはささやかなほころびだった。でも一体何をしたらあんな簡単に奴らを骨抜きにできたのよ。何、警察にはできない探偵ならではのやり方でな。しかし香織さん、一つだけ間違っていることがある。え、何？決して簡単というわけではなかったんだが。あら、ごめんなさい。俺と香織が談笑している中でも新一は笑ってはいなかった。ひとしきり礼を述べた後、香織は俺に報酬を支払おうとした。それを止めたのは新一だ。お母さん、神宮寺さんには僕がお願いしたんだ。だから料金も僕が払わなきゃ。払うって、新一、子供のお小遣いみたいなわけには。いいから。神宮寺さん、ちょっと待っていてください。新一はそう言って席を立つと自分の部屋に入っていき、そしてすぐにまた戻ってきた。これ受け取ってください。この前渡せなかったものです。新一が俺に差し出したのは例の郵便貯金の通帳だった。どうする？見る。何を見る？通帳。毎月の小遣いや正月のお年玉を少しずつ大切に貯めてきたのだろう。何年も使われてきた通帳の表紙は手垢で薄汚れていた。これほどまで気高い汚れを俺は他に知らない。通帳を開いてみると2万円ほどの残高が記されていた。新一の汗がにじんだ尊い金額だ。通帳を閉じて顔を上げると心配そうに俺を見つめている新一の顔がそこにはあった。それで足りますか？ん？もしも足りなかったら後から絶対にお支払いします。アルバイトでも何でもして僕が必ず、何年かかったって。新一の真摯な思いを受け止めて俺は彼の依頼を受けた。依頼を受け、それを果たした以上その報酬を受け取るのは新一への礼儀でもある。俺は新一の誠意の結晶を慎んで受け取ることにした。これで十分だ。ありがたく受け取らせてもらう。領収書は新一宛で構わないな。はい、ありがとうございます。新一の口元が明らかに緩んでおり、白い小さな歯が唇の隙間から見えた。笑ったのだろうか、それとも。俺にはその判断がつかなかった。ただ新一のこわばりに何らかのくさびが打ち込まれたことだけは明らかに感じられた。今日のところはこれだけでいいのかもしれない。新一が貯めたささやかな貯金とほんの少しだけほころびを見せた強固なこわばりの向こうに見え隠りしたもの、探偵の報酬としてはもうこれで十分だろう。今度図書カードか何かを買って新一へ送ってやろう。こういうただ働きならば横くんも賛成してくれるはずだ。その時もしかしたら新一も笑ってくれるかもしれない。いや、それはちょっとばかり楽観的すぎるか。あ、神宮寺さん、どうする？話す。誰と話す？香織。まだ何か？そういえばもう一つの件は解決できた？ん？一体何の話だ？もう一つの件。香織は何を指しているのだろうか。
香りが指しているものとは？実りの名の由来。そう、確かにあった。もう一つの謎が。ああ、あのことか。そう、最初に聞かれたわよね。この店の実りという名の前のこと。香りと初めて出会った夜のことを俺は思い出していた。自分の名前とは違う女の名を自分の店の屋号として用いる。その理由が俺には分からなかったのだ。訳を尋ねてみた俺に向かい、今と同じようないたずらっぽい笑みを浮かべた香りはその答えを教えてはくれなかった。ね、実りっていう字どんな感じで書くんだと思う？問われた俺は頭の中で実りという言葉に様々な漢字を当てはめてみた。実りに当てはまる正しい漢字は？いっぱいあるな。まあこれだよね。実り。実り。俺の頭に浮かんだ漢字が一つの答えを示した。そうか。実りとは、実りだったのか。屋号の実りとは、実るだったんだな。じゃあ、前の元彼は実るで読み方良かったんだね。香りは何も言わずに顔に浮かべたその笑みだけで、俺の問いに答えている。俺は全てを理解した。この店を出すために多大すぎる助力をしてくれた香りの元恋人佐藤実。彼の名前を取って香りはこの店に実りという名を与えたのだ。そう、この店の屋号はそのまま佐藤への感謝の気持ち。そしておそらくはただ感謝だけではなく、香りさん、あなたは佐藤さんのことをまだ。やぼよ、神宮寺さん。それ以上聞いたりしたら。そうだな。回答する代わりに香りは俺に語ってくれた。今回の事件を表沙汰にしたくなかったもう一つの理由を。新一の親権問題の他に、もう一つこれまで語られなかった理由を。地上げ問題に警察が本格的に介入すればどんなことになるか。例えばこの店や土地の権利について、香りがそれを入手した経緯やそれにまつわる事情について。詮索される可能性もないとは言えない。もしその時に元の所有者である GS ソフトウェアのことや取得にかかった金の出所などについていろいろ探られたりしたら、香りはそれを嫌ったのだ。佐藤に迷惑がかかる可能性がほんのわずかでもあるのなら、それを回避したい。そう願ったのだ。俺は香りを見つめた。彼女の瞳の中には一つの確固とした感情が明らかに宿っているように見えた。その感情を一言で表現するなら、愛。再出発する香りのために尽力し、株名までの援助をしたのが彼女に対する佐藤の愛なら、その思いに応えるため佐藤の不利益にならぬようできる限り手を尽くすのは彼に対する香りの愛と言えるだろう。香りと佐藤の間にあるものが男と女の愛情なのか、色恋抜きの友愛なのか、そこまではわからないがな。俺は香りと新一に別れの挨拶を告げるとバーみのりを出た。愛とは素晴らしいものだが、同時にそれは凄まじいものにもなる。厄介なのはその凄まじさだ。愛というものの凄まじさは
愛を知る者しか理解できない。それを理解したいか、理解せぬまま人生を終えたいか、その問いに正解はない。数日後、俺は珍しく早朝に目を覚まし、住民署へ起きてきた。新一の依頼を無事に果たし、今のところ他には特に急ぎの案件もない。予告の入れてくれたコーヒーの香りを存分に楽しみ、タバコの煙をゆったりと吸い込む。カフェインとニコチンが俺の体に染み渡ったのを見計らったかのように、予告がテーブルから新聞を持ってきてくれた。すまないな、予告くん。今日は特に何もないし、予告もゆっくりしたらどうだ？そうもいきませんよ。伝票の整理とか、事務仕事というのは、いろいろ大変なんですよ。もっともな話だ。どうも俺にはその方面の素養がないようだ。俺は首をすくめて新聞に視線を移した。大きな事件はない。政界再編や不況による雇用不安。毎日変わり映えのしない一面に軽く目を通してから、俺は社会面のページを見た。ん？固まった。新聞を握る両手が、小さな活字を覆う瞳が、書かれた内容を理解してしまった頭が、俺のすべてが一瞬にして固まり、凍てついた。社会面に載っていたその記事は、俺の全身を凍りつかせるのに十分すぎるものだったのだ。それは、一件の殺人事件。黒べたで塗りつぶされたやや大きめの見出し。そこには、こう書かれていた。バー経営者、殺害される。現場は歌舞伎町の裏通りでひっそりと営まれているバー。昨夜、そこで殺害されたのは、バーみのりのまま、新一少年の母、牧野香織だった。はい、ありがとうございました。なんかね、3章の終わりでね、全部解決したじゃんって思ったら、最後の最後でとんでもない話になってきたね。じゃあ次回はね、4章から始めていきます。それではご視聴ありがとうございました。次回に続きます。